ボルネオ鉄木は、クスノキ科の常緑紅葉樹である。原産地は、インドネシアやマレーシアなどの東南アジア。ウリニアブリアンあるいはベリアン、ビリアン、ボルネオアイアンウッドなどとも呼ばれる。インドネシアやマレーシア、ボルネオ島などの海岸に自生する。そのため、腐食には大変強い。また非常に硬く、加工が難しい。主に、ウッドデッキ、浮き桟橋などに使用される。 日本では1996年に輸入が解禁された。アジアンリージョナルワークショップ、ユジーデロ・キシロン・ザワジェリー、The IUCN Red List of Celectoned Species1998ET31316A9624725 d o i 10.2305IUCN UK1998RLTS t31316a9624725en ダウンローダドオン03メイ 2019ab ヒラインジ、内外樹木のいろいろボルネオ鉄木、木材工業第54巻第3号1999年148-150シド b b 零二四三一四 x ハット ejh コーナー渡辺清彦図節熱帯植物修正 広川書店、1969年、130ページ。AB、熱帯植物洋蘭熱帯植物研究会、洋剣堂、1996年、第4版、80ページ。ISBN4 から92万4395から 03X。ABC 河村受賞、西川英民教著、小泉昭夫監修、現職。 木材加工面がわかる、樹種辞典成分堂振興者、2014年、229ページ。978から4から416614266金ピラ、良造、熱帯有用植物誌南洋協会、台湾支部、1926年、184ページ。ありがとうございます。